こんにちは、今回は原石配布についてです。本日から開催となるゲーム内のイベントですね。開始が本日11時からで約2週間の開催です。おそらく約400原石の配布になると思います。参加条件はランク20以上、あとモンドの魔人任務ですね。NPC との会話を終えてこの位置からイベント参加できます。日ごとにステージ開放されるので毎日ここに来る感じですね。秘境に参加するようにステージを選択できます。初日ではイベントに沿って3ステージがプレイできます。実際のイベントはこんな感じで、敵がどんどん出現するのでキノコンで倒していきます。キノコンは基本的には自動で攻撃しますが、キノコン1体ごとに必殺技があり、その必殺技は右下のこのキーで使えます。大ダメージが出せるのでどんどん使っていきましょう。ただその必殺技は下の黄色ゼリー3つで、1回発動できるという感じになります。ゼリー自体はどんどん溜まるので、気にせずどんどん必殺技発動で OK です。で、右のこのキーそれぞれでキノコンも切り替えられるので、キノコンも切り替えながら必殺技をそれぞれで発動という感じです。元素反応もあるのでそれの意識も少し重要です。ただ難易度自体はそこまで高くないので、あまり気にせずクリアできると思います。各ステージごとに出場させるキノコンを選んでいきますが、回復ができるキノコンをぜひ忘れずに連れていきましょう。キノコンの左上に出てる緑のプラスマークの子が重要です。特に左下のこの子とかがぜひおすすめとなります。必殺技以外でも自動で回復してくれた気がします。では気軽に楽しみましょう。難易度については良ければコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。